おはようございます。ブレードランナーです。今日は10月の4日なんですけど、10月のですね8日に、岩手県で道の子アドベンチャーラリーという、催し物があるんで、それに参加するために、今からこれ出発しています。アプリリア125で行くので、フェリーに乗る以外はですね、全線下道ということで、なかなか大変ですが楽しんでいきたいと思いますので、皆さんもぜひこんな旅を楽しんでもらえたらなと思っています。ツーリングサポーター初のこう県外実践投入なんで、楽しみやね。だから今回一応ね、適当に行くんでないし、これナビ君の言うこと聞いてみようと思ったけどね、いろいろいいとこあると思ってね。そしてこれね、今回は地図データはダウンロードして使ってます。だから電波がなくても一応ね普通にナビができるようにしてるんですけどね。さて、行きますかね。登録お願いします。ここにします。和歌山に、到着したようですね。ないって。はい、来ました。和歌山港に到着。和歌山市内ですが、ナビがですね音声を今回きちっと入れてみましたが、綺麗に音声案内が入っていいですね。あんまうるさいようだったら切りますけど、音声案内ってね案外こう助かるんですよね。ほんまにこう県外で行くときはね。和歌山市内はだいぶね道混雑してましたけど、ちょっとこう車のあれが少なくなってきたかな、これ。まだありますけど、それでもだいぶね、交通量少なくなってきました。県道13号線です。大変気持ちいい道やね。これ今左右にものすごく柿の木がたくさんあって、これ和歌山のねフルーツロードっていうところなんですよね。周りが本当にこうここは柿ですけど、いろんなこうフルーツが栽培が盛んな地域なんだと思いますね。これがフルーツラインっていうみたいやね。前一回これね来たことあるような気がするな。おー、いい感じ。
気持ちいいな。おお、最高です。フルーツラインな、やっぱこれいろんな、これは何だろうかな、柿かな。あー、涼しいって気持ちいいな。こりゃすごいな。お、そこちょっと休憩できるとこか。オッケーオッケー、これいいとこ見つけた。これちょっと休憩しましょうかね。素敵ですね。今ほいでこうサイドで柿浮いよったな。あんなん車で来とったりしたらほんとね、一袋買ったらなんか美味しそうだな。あ、ほいでこれ収穫してますね。いやー素敵やね。このフルーツライン長いね。おつい綺麗な道がね、大変長くていいですねこれ。前走った時こんなに良かったかな。なんかすごくいいですね。楽しい。わあ、おつい柿ができる。五条にやってきました。五条市ですね。国道375線の方に入ってきましたね。このまままっすぐ五条からこう行くんかと思ったら、こうでもないんやな、これこっちの道に行ってっていう。なるほど。今現在12時48分なんですけど、だいぶねケツ痛くなってきました。よろしくお願いします。おー、県道15号線に入るか。この方か。あ、ほんとね、だいぶケツ痛くなってきましたよこれ。県道28号線ですねこれが。そしてなんか上からパラッと今来ましたね。まあすごい雨にはならんのだろうけど、上の雨雲から時々パラッと来るかもわからんね。これはこの辺の街も綺麗ね。走ってても楽しいな。なかなかね、本当にこう綺麗な道やね。この辺は、まあ、地名でいうと大田っていうとこみたいですね。なんかすごい重要文化財とかね、なんかこんなんがよくあって、綺麗なとこやねこの辺、この町は、村は。なんか素敵やねこれ。なんか置いて金木犀のね香りがずーっとしてて、なんかいい感じのとこですよこれ。ここが駐車場でバイクのね、でそっち側がチェックインするところみたいですね。たった今近くのローソンから夕食を買ってきました。今日の夕食はこれとですね、それとビールは夜な夜なで、行こうかなと。これ美味しいですよね。外にねすごくお店もたくさんあるんですけど、やっぱちょっとね、コスト削減で行こうかということですので、まあ食事美味しいですよね。ちょっと準備しようかな。それではいただきます。
アジア大会のサッカーを見ていますが、もうこの辺でこれを見てですね、寝たいと思います。まあ、まだこれ見ますけどね。ということで今日はこの辺でお別れしたいと思います。またよろしくお願いします。